アレクサンドル・イリッチ・ロジムツェフは、ソ連の軍人、大将、ソ連邦英雄、シャルルイク村出身。1927年から赤軍に入隊し、1929年に共産党に入党した。1932年、全路中央執行委員会名称軍事学校を卒業。1936年から1937年、スペイン内戦に、 義勇兵として従軍し、グアダラハラ、ブルネテ、テルエル、ハラム川の戦いで活躍し、最初のソ連邦英雄称号を授与された。帰国後、騎兵連隊を指揮し、MV フルンゼ名称軍事アカデミー卒業後、1939年5月に騎兵士団副士団長に任命され、ポーランド侵攻に参加した。独ソ戦時、第5空挺旅団、第87狙撃師団、 第32神英素撃軍団を指揮し、キエフ、ハリコフ、スターリングラード及び、クルスクの戦い、ウクライナ、ポーランドの解放、ニジネシレズ、ベルギン及び、プラハ作戦に参加した。特に、ロジムチェフ指揮下の第13神英素撃師団は、スターリングラードの戦いで活躍した。戦時中の功績に対して、二度目のソ連邦英雄称号が授与された。戦後、 各級指揮官を経て、東シベリア軍管区司令官補佐官、中アルバニア主任軍事顧問権重罪部官を歴任した。1956年11月から部隊勤務。1966年3月、ソ連国防省観察総監部軍事顧問。第3期ソ連最高会議大議員。ソ連法英雄。霊人勲章3個、10月革命勲章。 赤旗勲章4個、1等、スボーロフ勲章、1等、ボグダン・フメリニツキー勲章、2等、スボーロフ勲章2個、2等、クトゥーゾフ勲章、赤星勲章2個を受章。ありがとうございます。